もちづき川西座は長野県北作郡もちづき町にあった劇場映画館。単に川西座と表記することもある。1907年に開館して1999年に閉館した。長野県の軍部で営業していた最後の映画館だった。閉館時の座席数は216席。紀。歌川広重、基礎街道69時、もちづき、 も月づき小唄を作曲した中山新平江戸時代に中仙道のも月塾として栄えた北作郡、も月町では、大正期に養産業や薬用人参の栽培が盛んとなり、現金収入を得られるこれらの産業で、も月町は活気に満ちていた。川西座は1907年3月に上等式を行い、芝居小屋として開館した。当初の川西座は畳敷きであり、 農管期に役者や老曲師が巡業すると近隣地域から観客が集まった。川西座付近には芸者置きや呉服や料理屋、小間物屋、金物店などが集まり定期的に読みが開催されていた。1928年5月には中山新平が作曲した餅月光太が川西座で初披露されている。 1953年の長野県には80館の映画館があり、北作郡には川西座を含めて9館があった。1958年には建物を増築しており、この記念に配給会社から石原雄二郎の写真が送られた。全国の映画館数がピークを迎えたのは1960年である。この年の長野県には121館の映画館があり、北作郡には 川西座を含めて6館があった。川西座は木造2階建てであり、座席数は500席、小畜、東宝、日活の作品を上映した。やがて経営面が理由で、成人映画館に転換。1998年9月には、カンヌ国際映画祭で、パルムドールを受賞した、うなぎと、プライドを、運命の瞬間を2本建てで上映したが、 客足が伸び悩んだことから、上映予定を早めに切り上げ、成人映画の上映に戻った。施設が、老朽化していた上に1999年7月の、大雨で雨漏りが深刻な状況となり、通常の工業を9月1日いっぱいで取りやめた。9月23日から10月3日には、常連客などが主催する、お若で工業が催され、古畑康夫監督、 高倉県主演の鉄道員と小津安二郎監督の秋日和が上映された。最終日の10月3日には上映終了後に川西座について語る会が催されている。もちき川西座は長野県の軍部で営業していた最後の映画館だった。解体後、跡地はもちき商工会の専用駐車場となっており、もちき小唄発祥の地と書かれた看板も設置されている。 開館当初の客席はすべて畳敷きであり、両側には花道が付けられていた。秋から冬を経て、春までは客席の脇にある石油ストーブが焚かれた。2階には映画前世紀そのままの畳敷き席があるが、晩年には使用していなかった。年中無休であり、定休日は年末の4日間だけだった。閉館時の座席数は216席。ありがとうございます。